コメスターです。私あんまり出かけないんですけど、今日はこれからですね、日曜日で休みだし、久しぶりに街に出かけようと思います。友達とラーメン食べ行くんですよ。でもなんかね、今日はめっちゃ寒いらしいよ。めっちゃ着込んでいかなきゃ。ピピもラーメン食べたい？今日レストランは7時20分に予約が取れて、マジで運動不足やばいから、今日は頑張って街まで歩いていこうと思います。ちょっと準備しよう。見て、これ猫ちゃんなんだけど、最近これ使ってます。ポール状。あんま見えないか。香水。香水はね、じゃーん。最近これつけてる。香水を買ったのってマジ大学生ぶりぐらいで、人生の中で一番多分高い香水を買いました。いい香り。これはね、奮発したね。お、あの一回香水のエキスパートのエリザベスさんとコラボ動画撮ったんですけど、アメリカ在住のね、エリザベスさんの動画見てると、ここにつけたりここにつけたりするのはなんか間違いらしい。この辺にねつけるらしいですよ。ちょっとよかったらエリザベスさんのチャンネルを見てみてください。かなり厚着。これは私のオリジナルグッズの股寝帽子です。よし、ヨーロッパの冬は寒いよ。行ってきます。お財布は今日はもうカードだけ、これです。そしたらあの撮影用のマイクとかも入るのですっきり。もうすぐねバレンタインデーだから、ケーキ屋さんがこんな感じになってます。なんかね、このチョコレートが挟まれてるこのクッキーをバーチっていうらしいですよ。バーチはキスっていう意味です。これをなんかねカップルで交換したりするらしいですよ。ここはプラートデラバレという大きい広場です。ちょっとね暗いからわかんないけど、後ろにメリーゴーランドがありますね。お、そしてなんかトリコロールのあのイタリアの国旗の色のライティングだ。プラテリリタリア。もうねイルミネーションはないんですけど、クリスマスの時期とかはねイルミネーション綺麗ですよ。ここを留学してた時、イタリアに来て最初の 1、2年の時かな、時々夜ランニングしに来てました。懐かしいなー。ラーメン屋さん行く前にちょっとねセフォラにね寄りたいんですよね。いや、ほんとね、何日ぶりに家出ただろう。ほんと私仕事がさ全部家の中で成り立っちゃうから、一歩も出ない日とか普通にあるんですよね。昨日も一昨日も一歩も出てない。しかもさ、日本だったらさコンビニとかあるじゃないですか。とかほらマンションの下の自販機になんか飲み物買いに行くとかさ、コンビニなんか買いに行くとか、それくらいはあるかもしれないけど、イタリアはコンビニすらないからさ本当にマジで一歩も出ない。コンビニがあったらね、私もちょっとそれくらいは出かけるかもしれないけど。あとね、今日ねめっちゃ久しぶりに細めのジーパンを履きました。あのね、日本に帰ってた時もね、あの太いブカブカのジーパン2本しか持って帰ってなくて、いつも緩いジーパン履いてたんですよ。たまにはピタッとした服を着ないとやばいなと思って、細いジーパンを今履いて苦しいですよ。なんかねヨーロッパのこういう街並みのさ、これ家の中の電気とかついてるのみんなすごい好きなんですよ。どんなお家なのかなってめっちゃ覗きたくなる。ここは10時まで開いてるスーパーですけど、10時まで開いてるだけすごいですよ。珍しい。今ちょうどセールの時期ですね。だんだん人が多くなってきました。イタリアではこんなに寒い時でも外で食前酒を飲む人が多いんです。あのタバコがね中では一切吸えないので、めっちゃ寒いので外で飲むんですよ。えとがなんか説明してある。ここみんな興味津々。モンクレール、ピンク、かわいい。あ、セフォラあった、あそこです。ちょっとねもう買うものは決まっているのです。行ってきます。じゃーん、ゲットしました。資生堂のクリームをリピートしてゲットしました。レストラン着きました。1番っていうお店です。すごーい、見てください、
かわいい。はい、じゃあメニューを見てみましょう。めっちゃオタクっぽいです。かわいい。醤油 12.5 ユーロ。一番ラーメンが多分一番味が濃いやつじゃないかな。 13.9 ユーロ。14ユーロっていくらぐらいだ日本円で。ね、結構高いんですよね。あ、ベジータはベジタリアンのためのやつだからちょっと安い。お肉が入ってないのか。丼そば、これスタッフさんたちが手書きで書いたのかな。あ、肉まんがある。5ユーロ。あ、でも2つ入ってるんだ肉まん。あ、抹茶ティラミス、どら焼き。かわいい。ドラえもん、これも見て、かわいいアニメだ。トイレはルパンだ。かわいい。もうすぐ満席になりました。湯飲みでアサヒビールを継ぐのはちょっと不思議な感じがします。来ました、一番ラーメンです。豚骨じゃなくて鶏ベースです。ちょっとあっさりだけどちゃんとコクがありそうですよね。いただきます。後ろに鳥居がある。いただきます。スープから。アバスタントシー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 。おいしい。もやしのシャキシャキ感めっちゃ懐かしいな。お肉、前より美味しくなってる気がする。コメティピアチェ、シェ、マトボーナ、エペザンテ、ベルテ、トロポー、ノ、ノ、ネペザンテ、エディフィチェレ、ウザレ、クエスティ、ワソチ、コケティブ、ハセ、ブラワ、グラチン。麺もちょうどいい硬さで美味しい。デザートのどら焼きです。でも中はあんこじゃなくてチョコレートらしいよ。私はこの抹茶ティラミスにしました。うん、ちゃんと抹茶の風味がする。美味しい。これ結構硬い中がスポンジかな。うん、結構たっぷり入ってるよ。美味しい。ごちそうさまでした。お店のショップカードがめっちゃ可愛い。ごちそうさまでした。美味しかった。これから帰ります。ちょっと今2軒目を探し中。でもね、どこも人がいっぱい。結構てっぺらん、美味しそう。まあ私ならこれですけど、レッドビールにしました。 10% 強い。なんかね、レッドビール結構好きなんですよね。よくイタリアで頼めます。今日もご視聴ありがとうございました。また明日から頑張ります。また次回もお会いしましょう。ありがとうございました。チビデオラプラスマ、ボラノッテ。